通算ではこの広島市民球場は7回目のオールスターということになりました。2対1で、パシフィックが1点リードして7回落合からです。今も山倉がね、村山さん、ボールを取ったときにちょっと小首をかしげるようなね、シーンがありました。ね、まあ、構えるところにやっぱり山倉の方が神経使うでしょうね。なるほどね。これは速い球です。このオールスター直前のヤクルト戦で1回持たずにマウンドを降りました江川。ライトを張りました。